何番したいとかあるんですか？2番。今年はもう一回挑戦したいと思います。続きまして、3選手のバッティングをちょっと見たいなと思います。これはちょっと僕もね、なかなか野手のバッティングって間近で見ることがないので、少し興味深い、とても興味深いと思います。ただ振ってるだけじゃなくて、何か必ず考えながらバッティング練習をしていると思うので、少しでもその秘訣ってものを引き出したいなと思います。行ってきます。このアングルはなかなか見えへんのちゃうかな。おお、怖っ。もうずっとバット振ってるんですか？そうですね、一応毎日は振ってます。イチローさんになった人いますからね。嘘。はい。どっち1ヶ月で猛打者の記録あったっけ？並んだんですよ。2019。ああ、そうです。ヒット1本打ったら超えちゃった。2打席あったんですよ。どうなったボンド。いや、さすがに三振とセカンドゴロで終わりました。そこは遠慮したんですか？遠慮はしないですけど、さすがにでも日本新記録になった。名前そこに刻ん、日本新記録はダメ、刻んじゃダメ、日本新記録はダメ。並んでるのでちょうどいい。楽しそうにやってるのが一番いいじゃない。だって正直去年のシーズン中途中も楽しくなかったでしょ。めちゃくちゃ楽しくなかった。僕顔がそうだったもん、ベンチに映る顔が。楽しんでるのあの人ぐらいだよ、本当野球を。そんなことないですよ。そんなことないでしょ。このTで何か意識してることあるんですか？そうですね、なるべく引っ掛けないように。センター返し。はい。あとは、ヨエさんにも言われてるんですけど、ちゃんとこう足をついてから打つよ、いいよ、してます。なんで引っ掛けないようにするんですか？なんで、ティーでしっかり打てないと、やっぱバッティングピッチャーのボールも打てないと思うんで、ちゃんとこうまっすぐな打球打てるよはしてます。いいですか？どうですか？もうちょっとですかね。もうちょっと。さっき T ではそのセンターに打つって言ってましたけど、こういうピッチャーが投げてくれるときはどういうことを意識するんですか？はい、打球の質ですかね。やっぱこっちもまっすぐ飛ぶように。あ、センター返し。センター返しではないんですけど。やりだしよ。綺麗な打球がちゃんと捉えられないといけないと思う。現段階ではすごく順調というか、思い描いているような形に近いという。バットの出し方とかは別にいいんですけど、やっぱタイミングだったり、足上げた時のバランスがまだ悪かったりするので、そこが決まれば大丈夫。そのキャンプこれから入っていくじゃないですか、どこに合わすんですか？例えば開幕なのか、はい、オープン戦に合わせるのか、実戦ですかね。実戦が始まるタイミングぐらいまでは
ピッチャーの球しっかり打てるような感じにしとかないと、とは思います。何番打ちたいとかあるんですか？いや、打順は関係ないですけど、自分がこの打順合ってるなっていう打順はあるんですか？でも僕は正直2番。え、去年2番打ちましたか？いや、打ってないですよ。打ってないですよね。最初2番論が出たんですけど、はい、2番って別にまあゲッツーしたとこはバントすればいいので、だから別にそんな長打力を求められなければ2番でよかったんですよ、うん、だけど求められるんで、まあ3番、うん、だよね。ビシエドの前はちょっときついんで、あとね、あとはきついんで。いや、あの敬遠とかされると、はい、マジかって思うんですか、やっぱり。調子いい時は全然思わないんですけど、うん、例えばもう、どん底の時にそれやられると、最初のうちはいいんですけど、それが3、4回続くともう、あ、無理ですね。ドツボにはまってしまう。そうですね。やっぱ3番が似合いますね、背番号と一緒で。はいね、3番が、はい。はい、他何か気にして気をつけてることありますか？バッティングですか？はい、何かこういうことをしてる、はい、こういうことをした方がいいという、その周平選手の中でいいんで、はい、そのいや本当去年とかはイメージはこんな感じですよ、はいはいはい、それは自分のその感覚とイメージが逆になっちゃったんですよ。感覚的には前行ってるんですけど、実際打ってるのはこの辺で打ってたんですよ、うん、だけどそれをやりすぎてしまって全部こうやって、うん、感覚はそれがちょっとずれたんですよ、やりすぎたっていうか、じゃ今は今年はそのズレを戻すというか、まあ、ちゃんとこう軸足で打つ回るというか、はい、なんか高校生から入ってきても何年目？8年目9年目ぐらい。今年11年目。すごいね。11年目になるんですけど、僕がねそのルーキーの頃からの周平選手ってすごく記憶があるんですよ。バッティングすごいなっていうあのイメージがあるんですけど、その小さい時からやってきたこととかってあるんですか？いやもう本当ちっちゃい頃は素振り。小学生の時まで素振りで、まあ、中学校はまあ練習がきつかったんで中学校の練習はできないんですけど、まあ、高校の時はもうティーバッティングですか、をずっとやってました。なんかこのただ振るだけじゃなくてなんか意識しながらというか、まあ意識っていうか、まあずっとその小さい頃から僕の場合なんですけど下半身からって言うんですけど、僕は逆にこういうイメージでずっと上、はい、上が回ってからみたいな、まあ、今もそうなんですけどイメージ、それをずっとやってます。あ、小さい時から、はい、なるほど、まあ、それは人、ね、下を使う人もいれば上を使う人もいるなりなんです、まあ、そういうこだわりを持ってバットを振ってきたという、そうですね、わかりました。でもあれだよね、入団した頃から本当に綺麗だよね、振りが。そうは分かんないですね。でも打つことは自信あるでしょ。自信あったんですけど、一回自信なくなってしまって、そこからやっぱ家族を養うためにバット短く持ったりいろいろ工夫しました。大事だよそういうの。大事ですよね。大事だよ。誰かのために。今年はもう挑戦っていう意味で、もう一回。もう一回挑戦したいと思います。まあそういう経験をしてね、この先それ生かしてほしいな。本当甘かった。怖い。あ、これやっとけば大丈夫でしょみたいな感じで。それじゃやっぱダメだった。これやっときゃ大丈夫じゃ落ちていく。そうなんですよ。大体これよりもっと良くなろうと思って維持ぐらいから。そうなんですよ本当。師匠の言葉熱いんですよ。あ、熱い言葉でいただきました。ボソッと言うんですけど、本当重みがあるんです。大島選手、なんであんなヒット打てるか知ってますか？
バット全部芯だから全部芯全魔芯全魔芯ロックオンかかってます、ロックオンパーボールで言ったら全然芯に当たってないですよ、本当になんかコツってあるんですか。コツは打つコツ、ヒットですか。ヒットはもう一番簡単なのは地面に対して平行にぐるぐる